カッピングを使った施療を行っていきます。冷えがあったりですとか乾燥が強かったりすると水玉の付きが悪かったり、痛みが強くなったりしますので、痛みを緩和するためですとか効果を高めるために温熱ジェルを塗っていきます。で最初にお腹側に7箇所つけていきます。大丈夫ですか？はい。機械とか好きね。面白いねマミちゃん。大丈夫ですかね。はい、でしばらくこのつけた状態を保ちます。つけてる間足の方などをやっていきますね。水玉は、つけることによって、血管を拡張させて血行促進をしたり、有害物質の取り除くためにですね、表皮の方に、吸い上げてきて、排泄をしやすくするデトックス効果もあります。感触いかがですか？どっちの方ですか？あ、お腹の方は、はい。あ、感触、なんかあったかくなってきましたね。多分それは温熱ジェルですね。吸われてる感触はありますか？あ、全然あります、はい。ありがとうございます。ちょっと。
水玉は慣れてきたら長めにやっても大丈夫なんですけど、今回モデルさんは初めてお受けになるので短めですけれども一旦取っていきます。ちょっとやっぱり紫っぽく色が残ってますね。この色が鮮やかな綺麗な赤であれば健康の証拠なんですけれども、黒みがかっている場合にはおけつがあるということで、その部分が状態が良くないということになります。やはりちょっとモデルさんは赤紫色というか少し紫がかった色に出ている感じなので、まあおけつタイプ冷えがあったりですとか血行が悪いと言えると思います。次は背中側をやっていきますね。はい、ね、背中の背骨に沿って背骨状ですね、中心線を水玉つけていきます。いかがですかね。こちらも、まあ、この状態でしばらく置いておきますね。置いてある間に、臀部ですとか足の方を施術していきます。大丈夫ですか。はい、硬いですね。痛かったです。痛かったです。
ですね、一旦外しまして、背骨の横を両サイドやっていきますね。大丈夫ですかね。はい、大丈夫です。
痛かったですか？気持ちよすぎて痛すぎて。腰の方が色が少し濃く出ますね。あ、そうですか。状態でしばらく置きます。やってる間ちょっと背中の方にしていきます。待って、まめちゃん。あ、ばあ、そこすん。痛い。気持ちいいけど痛い。あー痛い痛い。抜ける。腕抜ける。抱っこした時のそこ、来る感じの痛さですね。痛い。痛い痛い。そこ。
ますね。あは、そうですか、うん、手首が冷たいし、水玉取ってきますね。だって結構色が黒いですね。紫みがこっちも分かりやすいですけど、色が濃いめですよね。結構こちらもこう紫がかってちょっと綺麗な赤というよりかは暗い黒っぽい紫色になってますね。水玉を使った施療はこれで以上になります。なんかね、あの腰回りね、はい、背中の時にやったのが、はい、すごくこの辺がすっきりしてて、うん、さっき腕マッサージさえとかしてもらった時に、はい、背中のあたりがすごいすっきりして軽くなりましたよ、はい、重みが半減したって感じ、はい、ああ、よかったですね、はい、お疲れ様でした。